ウィリー・ガーソンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州生まれの俳優。1964年ニュージャージー州の、ハイランド・パークに生まれる。テイリー・センター・フォー・メディア2010年1月13日サラ・ジェシカ・パーカー主演の、大人気ヒットシリーズ、セックスザ・シティでのスタンフォード・ブラッチ役などで、知られる。出演する役柄は主に脇役だが、見た目の悪の強さで印象を残す。 例に挙げると、レスリー・ニール選手演の裸の十字架を持つ男、エクソシスト・フォーエバーでは、オタク気質の学生を演じたほか、ティム・バートン監督のマーズ・アタックや、X ・ファイルなどにも顔を出している。2009年開始のホワイトカラーでは、主人公、ニールのもう一人の相棒モジーを熱演。シーズン2第1話では2009年に、 里親となった息子のネイサンガーソンと共演をしている。現地時間の2021年9月21日、水臓癌により逝去去年57歳。セックスザシティで共演したシンシアニクソン、ホワイトカラーで共演したマットボマーが逝去に寄せて、コメントを発表し死をいたんだ。死の数日前、息子のネイサンガーソンが、 ウィリーの写真を自身のトロンボーン演奏とともにインスタグラムに投稿していた。ありがとうございます。